いけない。リク、昼の食事はまだか？はーい、ちょっと待っていてくださいね。うん、わかった。だからといって私は何をやっているんだ。せっかくなので食事でもどうです？もう遅いので泊まっていかれては。怪我が治ってからでも別に遅くはないでしょう。神様のお世話はこの神社に勤める私の義務です。それでは足を出してください、羽生。構うな。手当てくらい自分でできる。あ、ダメですよ。薬草はもっとしっかりすりつぶして全体に塗らないと。うるさい。私は今までこうしてきたのだ。文句を言うな。ほら羽生、違いますよ。包帯の巻き方はこうやって。本当に人の話を聞かないやつだな、お前は。笑うな。まったく。どうしたのだろう、私は。こんなこと今まで一度もなかったのに。羽生。入ります。よろしいですか？ああ。お待たせしました、羽生。さあ、食べましょう。あ。うん。今日は
イノシシの肉を漁師さんから分けてもらいましたので、筑前煮にしてみました。羽生は好きですか？筑前煮と言われても私はよく知らぬ。一体どんなものだ？ああ、それはですね、とりあえずまずは食べてみてからということで、嫌いなものはありますか？特にはない。あ、辛い野菜とかはやめてくれ。気分が悪くなるから。わかりました。はい、お待たせしました。うん、いただくぞ。お、なんだ、リク。羽生、あれほど女性の喋り方はそうじゃないと申し上げているではありませんか。うん、はい、やり直し。いただきます。これでいいか？いいですか？いいですか。はい、よくできました。どうです？一度試してみますか？いや、その、今のままでも別に。大丈夫です。とても簡単な修正ですから、きっと今まで以上に素敵な感じになると思いますよ。大体、くどいようだが、ですが、この村にとっては、神同然の存在ですよね。私は、その私が、なんでここまでしないといけないのだ、です。いやいや、女性といえば、丁寧な話口調の方が似合いますからね。毅然とした喋り方のあなたもいいですが、やはり、女性らしい喋り方だと、好感が一層高まりますよ。どっちでも、普段の生活では大差ないではないか、です。どうです？味は。美味しいです。
乳。箸の使い方が上手くなりましたね。そうか。あ、じゃなかった。そうですか。ええ。もうすっかり上手に挟めているじゃないですか。この程度、数回繰り返せばすぐにできます。どうしました、羽生。何でもありません。おかわりです、リク。どうぞ、羽生。あ、うん。今日もいい天気だな。風が気持ちいいです。うん。さて、それでは私は境内の掃除に行ってきます。何か？いや。リク、私も手伝いましょうか？だから、私も、あなたの仕事のお手伝いをしようか、と言っているのだ、です。はあ。いや、しかし。ただの掃除でしょ？ほうきを使って、落ち葉や土ぼこりを吐く。私にだってできますよ。いや、そうじゃなく、前にも申し上げましたように、あなたはこの村の守り神様で。それが理由というのなら、他にもっと改めてもらいたいことが数多くあるのですが。え？これは一本取られました。しかし、いずれにしてもあなたは私の客人です。さすがに家事を手伝ってもらうわけにはいきませんよ。そうは言っても、私はかれこれ1ヶ月余り
あなたの世話になりっぱなしです。ですからせめて、少しだけでもお返しをしておかなくては気が済まないのです。お気持ちは嬉しいのですが、さすがに日中はやめておいた方がいいかと。お。やはり邪魔ですか、私は。いえ、そんなことは絶対ありません。父が城下町に赴任してからというもの、私はしばらくずっと一人暮らしでした。ですから、あなたとこうやって過ごせることがとても楽しいのです。ただ。ただ?軽蔑してくれても結構です。初めて会った時から私は、あなたのことが悪人には全然見えなかった。ですが、何も知らない村の人があなたを見て、ひどい言葉をぶつけないとも限らない。それが、嫌なんです。そうは言ってもリク、私のことはすでに村の人々も知っているのでしょう。どうしてそれを。ああ、やっぱり。そんなに目につくことがまずいのなら、人の目からは見えない巨体になりましょうか。え?そんなことができるのですか?今は無理でしたね。お腹に食物を入れている状態では。あ、そうだ。ん?ちょっと待っていてください。いいものがあります。それは?以前、ここに立ち寄った修験道のお坊さんが置いていったものです。取りに戻られた時のことを考えて、洗って保管しておいたのですが、羽生?ちょっと、頭を貸してください。とりあえず不便かもしれませんが、ここにいる間は、その頭巾をかぶっていただいてもよろしいでしょうか。村の人には、あなたが頭に怪我の跡があって、そうしているのだと説明しておきますので。それで、あなたは大丈夫なのですか?ええ、もちろんです。あ、でもそうなってくると、服も神社にあったものが良さそうですね。今のままだと、どうしても周囲から浮いてしまいますので。そうなのか、じゃない、そうなのですか?Thank you.
そういうわけですので、羽生、あなたは神社にあった服を着ていただけますか？わかりました。この村に長くいるのであれば、それも必要な措置かもしれませんね。あ、でも、その点につきましては心配ご無用です、羽生。は？実は私は、こういう時もあろうかと、これだけの準備をしてまいりましたのです。さあ、ご覧ください。どうですか、羽生。趣向に応じて様々な仕立てになったものを全て取り揃えております。ああ、もちろん洗濯も手入れもきちんとして、虫除けも万全です。また仕立ても好みに応じて変化を加えておりますので、お好みに合わせて選んでください。さあ、ああ、羽生、あまりの感動に言葉もないと。いいえ、いいえ、いいんです。遠慮なさらないでください。私は巫女服をこよなく愛する、あ、ではなく、神に仕えるものとして、そして羽生に最高のおもてなしをするものとして、当然のことをしたまでですから。いや、そうじゃなくて、おい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 、ちょっと待て。おい、竜王君。はい、何でしょう、ジェダ。竜王君、教えてくれ。この村に巫女というものが存在したのはどれくらい前だ？お待ちください。検索しま、した。お、どうした？ジェダ、答えてもよろしいのでしょうか？さっさと言え。現在よりおよそ186年前になります。ちなみに古出家当主の亡き奥方は神職ではなかったため、巫女服を着用しておりませんでした。さらに申し上げると、この村で神社の駒働きをする女性は多数存在しましたが、皆神職ではないため巫女服を着ておりません。神事においてはこの国の本社から相当数の巫女が派遣されて運営されているようです。つまりどういうことだ？個人的な趣味による収集とでも申し上げるべきなのでしょうか？そもそもですね、巫女服というものは神に仕える清らかな乙女のために作り出された、まさに芸術とも呼べる服装なのです。それを身にまとう資格があるのは、同じ時間同じ場所に生まれてた女子の中でもほんの一握り。いや、世代によっては皆無、絶無の時もありうる、貴重で希少な存在にのみ許されたものなのです。ちょっとこら。そしてこの村では残念ながら、これまで巫女服が似合う婦女子が全く持っておりませんでした。まあ
君吉村長の娘おしのさんならギリギリ大丈夫。いや、やっぱり無理かもと本人の耳に入ればきっと半殺しどころか全殺しの目にも合いかねない失礼なことを考えたりもするほど、私たちは完全なる不作、長い冬の時代を過ごしてきたのです。私たちじゃなくてあなたがでしょう。しかしここで私たちの前に一人の救世主が現れました。まさに神話とおとぎ話の中にのみ存在すると思われた麗しき女神様、それがあなたなのです、羽生。聞けよ人の話を。ちょ、うわぁ。つまり私にどうしろと。巫女服を着てください。この中からどれでも好きなものを選んで。さあ。ああ。どうしました、羽生。リク、ちょっと聞きたいのですが、これ巫女服ですよね。はい、そうですけど。じゃあなんで、なんでこんなにも胸元が開いてるんだ。胸が見えるだろうが。はい、それが大きな特徴なんです。ぜひ。たわけ。ほげ。これも、どうですか、羽生、気に入った服はありましたか。というかリク、この巫女服すべて微妙なところまで私の寸法にぴったりなのですが、あなたひょっとして。はい、あなたのお世話をすると決めたその日から村と城下町に住まう同志の方々に頼んで入手してまいりました。ちなみにどうやって私の体型を調べたのですか。実はそれは私の特技の一つでして、これはと思った女性の体型を服の下からでもはっきりと目測することができるのです。ああ、ちなみに羽生の寸法は。リク、そういえばこういう時に最も適した言葉を以前大陸で教わりました。え、この変態。グレボーハー。